上げて参りましょう。さん、はい、くれまぐです。おはようございます。うらんです。エアです。うらエアです。こんにちは。あ、ごめんなさい。おはようございます。こういう動きが最近好き。せーの、イエーイ。はい、というわけで今日やるものはですね、はい、あのよくカップラーメンって、まあ、そのまま食べてもまあ美味しいから売られてるんですけど、まあ、それが美味しくなかったら、うざっ何その相槌。カップラーメンの企画なんですけど、まあ、普通にね、私たちがカップラーメンめっちゃ毎日食べてるから今日カップラーメン食べてる姿をお見せします。はい、っていうわけでもそんなクソ面白くない動画撮ってもなので今日はね、あのそれぞれ、うん、まあ、私はまあちょっとは一人暮らしして2年になるのでお料理はちょっとはします。包丁握ったりはちゃんとするんですけど、まあ、はい、何ヶ月だ。2ヶ月です。一人暮らし2ヶ月なんです。まだこっちに来てから包丁握ってません。ちょっと待って、うち今ね、Now Air House、 Now Air House、 なんで、Now Air House なんですけど、はい、あの引っ越して3日目ぐらいに来たよね。そうの時にね、炊飯器があったんです。そうね、炊飯器で最近炊飯器使ったのいつですかって聞いたら、え、使ったことないっすよ。いや、お母さんとかお父さんがさ買ってくれた炊飯器未だに使ってません。というわけで今日やる企画はですね、それぞれあの用意したカップラーメンをアレンジして食べさせ合うっていう企画なんですよ。同じだよね。でもそうで今日使うカップラーメンなんですけど、いや大好きなのこれ、本当に好き。本当はねもっと辛いやつが良かったんで。そうでもなんか売ってなくて何最近のセブンイレブン、ね、どうしたの。いやもう人気ありすぎて終わっちゃった。とりあえずまあ定番の定番っていう私たちの中の定番、せーの、デジュン蒙古タンメン。え、蒙古タンメン、蒙古じゃないの、蒙古タンメンでしょ。だどっちだっていいわ。何蒙古タンメン、どっちだっていいわ。だけど今日は使うカップラーメンはこちら、はい、蒙古タンメンです。まあ、このね、このさ汁なんていうの、オイルね。汁この汁が辛いよ、うん、でも辛いの好き同士だからよく辛いの食べるんだけど本当に好き。まあ、この蒙古タンメンを使ってアレンジメニューを作っていきたいと思います。基本うちらも考えてはいるのね、この企画をやろうって考えてはいるんだけど何を作るかはそれぞれもう内緒の内緒の内緒でということで内緒なので、これからそれぞれ別そう別で作ってこれ見せ合いっこします。アレンジしていくよ。もう使うものは何でも OK です、食べ物であれば、うん、どれだけこれを辛くなく食べれるか。あ、そういうテーマなんだ。そうだよ。なんかうち的にはそれも含め美味しく食べれる方法を、それはもちろんある。私たち提供する側ですから、うん、美味しくこれ、うん、もうこだめ普通に食べた方が長い。長い。はい、というわけで早速作っていきたいと思います、はい、それではいきましょう、せーの、バグダン。はい、というわけで作ってきました。早く食べよう。はい、じゃあまず、あ、一緒に見せようかね。OK、 飲むなよ。それでは完成品はこちらです。せーの、じゃじゃーん。牛乳で、はい、普通お湯入れるんだけどやっぱ乳製品っていいと思うよ。よくこの蒙古タンメンもチーズのやつやってるやん。もうだから牛乳とチーズこれを使って作りましたがこちらです。でちょっともうこれはもう美味しいと思うからいいやん。そう、はい、お前は何、エアの作ったものを紹介していきたいと思います。続いて1、デザートホイップ。ご飯だよね。2、マーブルチョコ。マーブルチョコ、ポッキー、ポッキー、そしてあんまよくわかんないけどここね、エッセルスーパーカップ。ここアイスなんだけど。で、
換して食べるよな。そうだ、はい、はうまいしょ。え、待って、もうだってなんかあれみたいになってるよ、あのスタバのホットのさ、フラペチーノみたいな、ホットコーヒーの上にさ生クリーム乗せられてるみたいになって絶対うちのやつ美味しいもん、はいはい、これチーズとさ、え、じゃあ食べてみて。いいよ、いただきます。あ、これ伸びるとこ見せない。待って待って待って、カマカマカマさんだ。何人で、ね、カマさんカマさんさんカマ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 さんハムニだ。韓国人か、一応希少。なんかさ、でもチーズいないよ、お前混ぜたからやろ。あ、いけるいけるいける。あ、見て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 、いただきます。お、すごいすごいすごい。あれなんだ、牛乳で作るカップラーメンとかあるでしょ。どう、待って、これさ、ねえ、いや、ハマりそう、これマジでうまい。ねえ、ちょっと待って、あの、みんな、あのね、この作ってないところをあの載せてないと思うんですけど、この人散々文句言ってたから、ね、絶対まずいから牛乳とか。何、ハマっちゃってんの。え、マジでうまい。しかも全然辛くねえ。え、じゃあ辛いのが嫌いな人でも蒙古タンメン食べれちゃうってこと。いや、牛乳、あのね、うちが作ったのはこのちょっとだけね、お湯入れんのよ最初、やっぱちょっとふやかすのにね。で、そこに熱湯、もうグッツ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 、え、グッツグッツ、マジでうまい。グッツグッツのダンスしてんの今、グッツグッツになったね、牛乳を投入したんです。牛乳を投入。あのさ、ただ牛乳辛いんじゃない辛い。え、食べたい。マジでうまい、やばい。いや、これからこうやって食べよう。簡単でしょ、でも牛乳沸かして。できれば何も使えてこない。ね、うまくない。待って、え、いや、めっちゃうまいでしょ。はい、返して、これ。ええやの、お前はそっち。これ食った後にこれきつくない。まだ、あ、もう上、マジでうまい。これ上はあのホットチョコっぽい。まあ今チョコ食ったからな。マジでうまい。これちょっとうち食レポするから。このよくわかんないやつ、スプーン持ってこいよ。しアイス入れたんだったらよ。うま、アイス、麺、この生クリーム一緒に食べなきゃ。もうだってこれ蒙古タンメンの色じゃないじゃん。これも食えや。はい、いただきますね、とりあえず。ご臨終様です。あ、ご臨終様。なんだっけ。なんだっけ。ご臨終様。え？どうしよう。なー、聞いたの。聞いたのに負けない。まずい。嘘、まずい？もう、うん、食べない方がいい、これは。ダメだよ。史上最大級に超まずい蒙古タンメンになっちゃった。うまいよそれ。これ蒙古タンメンに本当申し訳ない。ね、どっから声出したみたいに謝りたいぐらい、もう本当にごめんなさい。うまい、うまくねえよ。え、辛いじゃねえ。辛くない、辛くないですよ。でも辛くねえ、ほら。え、キモメンタル、マジで本当になんか、え、キモ、ちょっと待って、マジでキモメンタル、はい、あ、ちょっと、やん、ここに乗せて、じゃあ。いただきます。うわ、やだ、ほんとに。うまっ。うまいか、姉さん。みなさん、おい、え、味変タイム。うん、味変タイム。食べるよ、うらんちゃん。これもったいないもん。うらんちゃん、うらんちゃん、これ木入ってると思ったら。思った思った。
キーだと思ったらポッキーだった。うん、ポッキーはうまい。うまい。うん。分かった。うまいってやつ作ったやつ。キノコ入ってるって思ったらチョコ。あ、もうこたねキノコ入れるようになった、しめじかなと思ったの。チョコやマーブルチョコ。うまい。柔らかいチョコ。柔らかい。これマジみんなおすすめ。牛乳とチーズだって、うん、そう、牛乳とスライスチーズ2個。全然辛くないのこれ。マイルドだよね、うん、やっぱね牛乳で。え、うちすごい新発見したのにさ、すごい美味しいって言ってんのにさ、なんでうちこんなん食わなきゃいけないの。うまいって言ってたじゃん。うまい、うまい、うまいうまいけど、あれみたい、うん、深いせーの、うまい、せーの、うまいうまいでしょ。噛み合わないで、噛み合わせろこの野郎。せーの、うまい。噛み直して、噛み直して、いや、うん、ダメだシーフード、カップラーメンシーフードあるじゃん、うん、あれもさ牛乳入れると美味しいって言うじゃん。そうそうそう、だからそれを聞いて私は、あ、じゃあカップラーメン、しかも味噌だし、うん、味噌とやっぱ乳製品合うやん、発酵食品だから、だからすごい合うかなと思って牛乳と豆乳、あ、豆乳入れてないです。え、生クリームって発酵食品じゃないの。チッチ発酵食品だよ。違うバカ、発酵してねえよ、うん、どうやって発酵させるの。発酵する前か。何言ってんだよ、もうたまねえこの野郎はい、というわけでね、もう結果として私の方が美味しかったということでよろしいですね、今回はウィン、ウィナー、ウィナー、何ウィナー、これ勝負だったの。お前さ、急に勝負戦にしただろ今勝負してねえわまあでも、うちが作った方が美味しかったって、みんなぜひ牛乳とチーズ試してみてください。辛いの苦手な人でも食べれます。でもマジで辛くないから。あ、絶対に真似しちゃいけないのはこういう甘いものを一緒に入れるのは、もうこれはこれ単体で食え、この野郎も。アイスも単体で食べた方が美味しいです、ね、これは。でもみんなはね、エアのやつ真似するよ。するわけがない、ゲップ出ちゃったわけがないと一緒にゲップ出ちゃったの不潔というわけで、今回はこのような動画になりましたが、皆さんにおすすめするのはこちらです。あ、こちらって言っても分からない。私が提案した牛乳とチーズで作る蒙古タンメン、ぜひ皆さんも食べてみてください。エアのもね、みんな。いいです。それでは、あれインスタ映えって、インスタ映え。それでは、のっけな、それ、インスタ、のっけな。あー、それでは言わせてください。どん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 。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。投げキス運動開始。